とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクララジオンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。タワーのボスを簡単に倒す方法。先日、ビーストバーストで倒す方法を紹介しました。今日はちょっと違う方法ですね。では、早速説明しながらやっていきます。まずは1回の報酬ですね。スプラウトアーマーを持っていってください。これを装備することによって移動速度が上がって攻略が速くなります。2回の報酬です。星なき夜持っていってください。これがないと3回が結構きつくなるので装備していきましょう。6回です。6回ではショートカットしていきましょう。なんかスイッチ版が結構シビアで難しいみたいなんですけども、まあ、ショートカット自体はできるみたいなので、練習してみてください。なんかね、敵がシビアでよく出てきやすいみたいですね。はい、6回注意ですね。10回の報酬、幽霊マント取っていきましょう。移動が速くなります。11回の商人です。ここは無視して大丈夫ですね。どのパワーも上げることはないです。12回の報酬ですね。羽を取っていってください。羽を取っていくことによって移動が若干速くなりますし、全体のパワーが上がるのでいいです。そして13回の報酬です。瞬速のブーツ。このセットによって移動がものすごく快適になります。16回の報酬です。16回の報酬で怒りを取っていってくださいね。続いて18回の商人です。18回の商人で怒りをパワーアップさせます。覆われた怒り。21回の報酬ですね。ここでドラを持っていってください。22回の報酬です。ここで防具ようやく変えます。ピグリンアーマーです。23回の報酬ですね。ここで弓をつけていってください。ねじれたツタの弓、狩人の弓、どっちでも構いません。装備していきましょう。これをつけていかないとパワーが上がりきれないので注意ですね。この弓を装備していきますと、怒りが108まで上がります。装備しなかったら105ぐらいまでしか上がらないので、若干ダメージが減っちゃいますので注意してください。それでは装備が揃いましたのでエンチャントをつけていきましょう。まずは臆病3。そして毒フォーカスを3。そして防護。まあ、いらないんですけども、一応つけてもいいと思います。そして覆われた怒り。これは虚無。そしてガードストライク入れておいてください。まあ、ガードストライク、そして防護。これは保険です。別に入れなくても OK です。それではボス倒していきましょう。ここは2体出てきますよね。ゴーレムとイリュージョナーが出てきます。まずはイリュージョナーの方を倒していきましょう。上の方ですね。出てきた瞬間にドラを使って攻撃いきます。出てきた時にドラを使って攻撃で、レッドストーンゴーレムにひっついてください。そうすると攻撃をしてきません。あとは怒りで、一発二発叩けば終わりですね。まあ一発プラス毒ダメージで大丈夫だったですね。はい。まあワンパンとはいかないんですけども、これもなかなか楽しい戦いですのでやってみてください。では、報酬見てみましょうか。撮影の時ってなんか出ないんだけどな。今回はどうでしょう。うん全部ノーマル。ひどいもんだ。うん。でも、ダイナモ貫通がついてる。いらないけどね。全然いらないけどね。まあ、こんな感じですよ。撮影の時は。はい。ということで、今日はタワー30階のボスの簡単な倒し方、やってみました。まあ、いろんな戦い方をした方が、飽きが来ないと思いますので、いろんな戦い方やってみてください。周回やっていきましょう。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。